私の名前は夏川恵里子。地方都市で働いている。夫のミノルとはとある料理教室で出会った。ミノルさん、料理するの好きなんですか？どちらかというと食べる方が好きでして。それなら美味しいものを自分で作ろうと習いに来ているらしかった。そんな彼が面白くて、私たちはお付き合いが始まり1年ほど付き合って結婚。仕事の関係で義実家に近いところに家を借りた。ああ、嫁いびりとかされるのかなと予想していたが、残念ながらその通りになってしまう。こんなちんちくりんが嫁だなんて私は認めないからね。母さん、結婚の挨拶の時だってこれだったし、一緒にいた義弟の拓真くんもドン引きしていた。嫁を相手にした母なんて初めて見ただろうからね。それから何度か顔を出しに行くたびにいびられた。いつになったら孫ができるの？あんたちゃんと考えてるわけ？いや、まだ仕事も覚えることが多いので子供は当分考えていません。なんだって？ふざけんじゃないわよ。3年子供ができなかったら追い出すからね。母さん、やめろ。言われるたび夫は怒ってくれるものの、何にも響いていない。義父にも息子2人の前でも堂々と私をいびってくる。おまけに掃除や洗濯を押し付け、自分はキッチンにこもりきり。これも理由があるのだ。はい、いっぱい食べてってね。そう言って大皿いっぱいの料理を出すも、私には小皿も箸もない。夫も義父も義弟も見ているのにだ。だけど私は気にしていない。だって義母の料理は。私ってば料理上手でしょ。みんなに食べてもらえるの本当に嬉しいのよ。エリコも食べな。うん、いらない。困ったようにお皿を渡してくれる夫。しかし突き返す。そう、義母は料理が下手くそなのだ。しかも下手という自覚がないたちの悪さ。義実家はこれで育ってきたのか、作ってもらっている手前か黙って食べている。ほら、美味しいでしょ。ドヤ顔する義母。お前の料理より食べてるでしょとも言いたげだ。家に帰ると夫はいつもぐったりしているのにね。義母はそんな調子で、最近はさらに図に乗ってきた。なんとアポなしで料理を持ってくるようになったのだ。ほら、あんたのじゃミノルは物足りないから。いや、別にいらないんですけど。断っても無理やり置いていく。ドロドロに煮込まれたしょっぱい煮物、焼き焦げた魚や肉、明らかにルーが足りず薄いシチュー。まあ素材がもったいないから夫にだけ出している。また持ってきたのか。もったいないから食べてあげてね。夫も何も言っていないわけじゃない。うちはもう別世帯だから来るなと何度も言ってくれているのだ。それなのに無視して料理を持ってくる義母。きっと義母の中では嫁のまずい料理に我慢し、遠慮している息子のためにせっせと料理を運んでいる優しい義母みたいなストーリーが出来上がってるんだろうな。あなた、こんな料理でよく育ってきたね。結構父さんも料理してくれる人だからさ、一食くらい我慢すれば父さんが作ってくれるって感じで乗り越えてたよ。それでも一度義父がまずいと我慢の限界が来て喧嘩になったらしいが、それでも料理下手なことは認めなかったんだとか。それもあんたたちが黙って食べてたせいよ。そんな日々の中、とうとう夫にも限界が来た。それはある日曜日、お昼ご飯を食べることになり、いつものように義母が料理を作った。もちろん私にはない。特に気にせず、帰りマックでも買っていこうかなと考えていた。さあ、ちゃんと食べ。出てきたのはべちゃべちゃの炒め物。一応肉も入っているけど、なんだか赤っぽい。野菜も半生のようだ。私を見てはニヤニヤしているが、大して気にもならない。しかし夫は違った。ああ、ちょっと貸して。並べられていた炒め物、ご飯をすべて回収して勝手にキッチンに戻していく。ちょっと何してるの。義母を無視して夫はフライパンを準備した。そして鼻歌混じりに義母が作ったおかずとご飯を強火で炒め始めた。調味料は あるじゃん。何よ。豆板醤など中華調味料を見つけ、程よく味をつけていく。部屋中にいい匂いが広がった。あっという間に夫は美味しそうなチャーハンを作ってしまったのだ。はい、完成。兄貴。ミノル。目を輝かせる義父と義弟。私の分も含めてちゃっちゃと皿に盛ってくれた。けれど気に入らないのが一人。お母さんの手料理になんてことするの。あのさ、何回も言ってるけど、
母さんの飯まずいんだよ。その言葉にみるみるうちに顔色が変わっていく義母。そんなはずない、あんたたちだって食べてくれてたじゃない。それは作ってくれてるという義理があったからだよ。見ろよ。うまい、これうまいぞ、最高。チャーハンをもりもり食べる二人、私も食べてみると確かに美味しい。あんなべちゃべちゃの炒め物だったなんて嘘みたい。嫁いびりもやめないし、そもそもさ、あまりにも飯がまずいせいで嫁いびりにもなってないんだよ。飯がないことをむしろ喜んでるぐらいなんだから。そんな。息子に言われてしょぼんとする義母。聞いた時みたいに逆ギレするかなと覚悟していたけど、息子に言われるのはさすがに心に来たみたい。それ以来私が帰るまで部屋から出てこなかった。帰り際、夫はすがすがしい顔をしていた。これで大丈夫だろ。あー、すっきりした。もっと早く言ってればよかったのに。これで一安心なんてうまくいくわけもなく、義母は予想外の行動を取り出した。4日後、義母が単身で家を訪れたのだ。懲りずにおかずをと思ったが、これエリコさんのために作ったからね、エリコさんが食べてね。え、タッパーには変わらず美味しくなさそうなおかず。まさか義母は飯まずを自覚した上で私に料理を持ってくるようになったのだ。いりませんよ。ミノルに何て言われたか忘れたんですか。うるさい、食べ物を粗末にするのか。いいから食え。変化球のいびりに絶句してしまう。押し付けられた後、開けてみるとほぼほぼ中身は生ゴミ。これもう開き直ってるんだろうな。仕事から帰ってきた夫に速攻で報告すると、同じく言葉を失っていた。ボケちゃったのかって思うくらいひどいな。うん。何度もいらないと言っても持ってくる義母。それはだんだんとエスカレートしていき、今度は食べているところも見せろというようになってきた。家に入れなさいよ。どうせ同居するんだからいいでしょ。親を敬いなさい。同居？どうしてそんな話にまでなるんですか。帰ってください。同居なんてたまったもんじゃない。電話もしつこくするようになってきたので、とうとう義実家にて話し合いが行われることになった。そこでも、私は悪くない、食べないあんたらが悪いと義母は反省もせず、義父からは今からでも遅くはないから料理教室にでも行けと言われていたのに無視していたようだ。この女がみんな悪いのよ。この女さえいなければみんな仲良く私の料理を食べていたのに。そんなわけないでしょ。ミノルもタクマ君も父さんも優しいし、素材がもったいないから食べていただけですよ。てか味見とかしないんですか。味見なんてするのは主婦じゃない。いや、どういう理屈。全く話にならない。あのですね、父さんはまだあなたに直してほしいから料理教室にでもって勧めてくれてるじゃないですか。そんなの行く必要ない、私は悪くない。母さん、もう私が憎くて憎くて仕方ないのだろう。呆れた義父はため息をついた。もうわしも無理だ、離婚しよう。え？なんで？意味がわからない。これだけ言われても反省しない、嫁いびりを繰り返すやつと一緒に老後を過ごしたいと思わん。出て行け。優しい義父にはっきりそう言われ、口をパクパクさせる義母。私が本当におかしかったの？冷ややかな目を向けられ、ようやく自覚したようだがもう遅い。それからすぐ義父は義母を実家に返した。義母の実家にはまだ欧州と、つまり義母の母が健在だった。事態を聞き、謝りに行きたいと言っているようだが、お年だろうから断った。その代わり義母に料理でも教えてくださいと伝えた。欧州とは別に普通の料理を作れる人だったので、特に家庭環境などは関係なかった。ただただ義母が自分が好き勝手作っていただけだったんだろうな、美味しいと信じて。そんな欧州とうまくいくわけもなく、義母はそこも追い出されたらしい。 ねえリコさん、同居の話考えてくれた？そう電話をしてきたが、夫にさらっと断ってもらった。それから市営住宅にいるとか、生活保護を申請して案の定通らなかったとか、いろいろ聞いたが、あとは知らない。
義父から少しだけお金を分けてもらっていたし、ボロいアパートで贅沢しなきゃ暮らしているだろう。私の方といえば、相変わらず夫と料理教室に通い続けていた。母さんも自分が料理下手だって認めちゃえばよかったのにね。認めてもどうだかな、あの性格だからな。年老いてからじゃ性格を変えるのは難しいかもしれないけど、料理の腕は変えられる。今の私たちみたいにね。夫はすっかりプロ級の腕前になってしまった。その料理を楽しみ、幸せに暮らしている。ご視聴ありがとう。